クイントゥス・トゥッリウス・キケロは、共和制ローマ後期の軍人、政治家。マルクス・トゥッリウス・キケロの弟で、ガリア戦争では、ガイウス・ユリウス・カエサルの属性の一人を務めた。兄マルクスと共に、紀元前79年から、紀元前77年まで、ローマ、アテナイ、そしておそらく、ロドス島で学問を習得した。紀元前70年には、兄の親友、 ティトゥス・ポンポニウス・アッティクスの妹・ポンポニアと結婚したものの、夫婦仲は悪く、アニア・アッティクスは仲裁に何度も入ったが、紀元前45年に離婚した。おそらく紀元前68年頃に、クワエストルを紀元前65年には、カエサルと、同時期にアイディリス・プレビスを紀元前62年にも、カエサルと、同時期におそらくプライトル・ウルバヌスを務めた。 紀元前61年から、プロコンスルとして、アシア属州を担当した。紀元前58年の5月に帰国した。翌紀元前57年からは、グナエウス・ポンペイウスの下でレガトゥスを務めた。紀元前58年、兄は、第1回3党政治側の五民間とも言われる、プブリウス・クロデュス・プルケルと激しく対立し、ローマを追放された。 追放の前に当時ガリア族衆総督であったガイウス・ユリウス・カエサルは兄にガリア戦争の爆量に加わるように要請したが断った兄は紀元前57年にローマへ帰還したガリアはクイントゥスがレガトゥスとして紀元前54年より赴任した紀元前54年エブロネス族のアンビオリクスによってアドアトゥカの戦いで クイントゥス・ティトリウス・サビヌスらが率いるローマ軍団が壊滅する事態に陥った。アンビオリクスの勝利に抗応したネルウィ族によってネルウィ族の地に一個軍団を率いて投影を張っていたクイントゥスの陣は激しい攻撃を受けたもののカエサル自ら率いた救援軍の到着までしのぎ切った。紀元前51年からは兄と共にキリキアへ赴任した。 紀元前49年からのローマ内戦では兄に従って元老院派に組みしたものの、やがて離脱して中立を保った。紀元前44年3月にカエサルが暗殺された後、兄はオクタウィアヌスと手を結んでマルクス・アントニウスを追い落とそうとしたものの、オクタウィアヌスはアントニウスを呼び、マルクス・アエミリウス・レピドゥスと第2回三党政治を組んだため、 逆に兄はアントニウスよりプロスクリプティオに掲載され、クイントゥスも同じくリストに入った。クイントゥスは兄と共にマケドニアに勢力を持っていたマルクス・ユニウス・ブルトゥスの元で逃れようとしたが、紀元前43年にアントニウス派の追っ手により殺害された。ありがとうございます。